風呂洗ってんのにそこ触れちゃいけないゲームとかさ、シャワーカーテンに体触れたらアウトなゲーム。アウトゲームしてるんですね。そうそうそう。いやお前もしろよ。俺はしてないです。なんでだ。うん。掃除しましょう。どうしていくかだよな。とりあえずこれはつつは入れて、それ受け取る場所になるわ多分。サブが欲しいって。いや違うんだよサブさ、それマジでやめろお前。それは巣に持って帰る、巣に持って帰るぞ。じゃあじゃあ、うわこれやべえわ。あもう持ってかれたわ。じゃあちょっと俺1袋目は頑張るわ。うん、なんで歌うかって言うんだよ。多分違う音を出すなよ動画中に。毎日毎日やってるぞお前は。毎日投稿だもんな多分。俺は毎日投稿してない。終わんないな。これだ、布団にするしかない。ちょっとそれ以上重くなると破けちゃうな。どこに入るの。あ、入らなそうだな。オッケー。はい。うなー。よいしょ。袋ある？多分。ないよ。え？なんだこれ。なんだ。そういうことやってっから破けんだ絶対。何か感触を楽しんでる。これ俺らの布団にしようぜ。布団にしようとしてる人じゃない。捨てないじゃん。あの土の。ん？よいしょ。なんでもない。何お前はだから遊戯王パックあの。いやでも売ってないんですよあれ。マジで売ってない。なかなか売ってないですね。死に物狂いで探して。とりあえずはい近場の草屋もなかった。渋谷の草屋もなかった。ないですよね。どこに売ってるんですか。え、そんな。はいはい、ただいまね深夜3時半ぐらいですか。はい、やっておりました。こんなことになるとな、あのちっちゃいさ、本当だよ、このくらいの箱みたいな、うん、入れ物3つ分だよね、うん、4つか3つか、うん、こんなになると思わなかったね。水の重さを感じね、やっぱり、うん、やっぱものすごいっすね。何ですか。下の方が水持ってたってそういうことかもね。そうだね。はいはい、ということでサブちゃんでした。